そんなにたくさんどころではなくて、まあ、当時6歳だったので、あの時にあのこの塚山の部落の中で、父に連れられて多分群れに乗せられたんでしょうね、あの馬で、部落内を、散歩したっていう記憶があります。私の中では、多分こけてますね、多分振り落とされたんだと思います。ああそうですか、はい、それで地面に、なんか転んでぶつけたような記憶がなんとなくあります。あとは散歩してる途中途中の、方々に、よく挨拶してましたね。これなんか記憶がありますね。へー、こんにちはとか。徐々に父が37で他界した年に近づけば近づくほど、なんて若い時に亡くなったんだと、そういう中で父が東京に行って20代前半から、亡くなるまでの間の本当に凝縮したこの短い間の中で、一生懸命、な時をやっぱり生きてきたんだなっていうことしか今僕は感じることができないですね。沖縄芝居は好きです。で、一度何年前でしたかね、もう15、6年前なんですけども、チュイトミグシクという芝居があって、でそれに島清太郎さんでしたかね、その方たちがいらっしゃった時に、出していただいたんです。あ、そうでした。そうでした、はい、あ、この勝負園の2階のホールで練習場になってて、はいはい、でそこでもう1シーンだけでしたけどね、ああそうでした、ちょび役で、そうでしたっけ、出していただいたことがあります。あ、はい、でその時に、タイムスか進行かわかりませんけれども、チュイトミルシクの出演者っていうところで名前が載った時にはすごく嬉しいかったなっていう印象があります。その時は芝居っていいなって心から本当に思いましたね。だから父が本当に、ね、共通語と、方言っていうのの、本当にジレンマにあって、本当に僕は沖縄人間だったっていうことをアピールするに、やっぱり本当に方言ばっかりだったので、自分も本当に方言っていうのがあんまり、ね、100% 分かるわけではないですから。あ、ドライブの記憶は1回だけあります。あ、ちょうど107号に、はい、ビーチを、はい、がありまして、はい、でそこで、父と一緒にドライブに行って、で、あれを思い出しました。父が離れていた時に私がサイドブレーキを引いてしまったみたいです。でそれで車が動いてしまって、で父が何とか助けてくれて、でかなり叱られた記憶というのを覚えてます。連れてっていただいたと思いますね。時間が、ね、あったからかもしれません。もう家では父の膝に、で甘えたような記憶はあります。今でなおやっぱり、ウルトラマンっていう名前をもとに、金城哲夫っていう名前があるっていうのは、私でもやっぱりすごく嬉しいことですし、継承していきたいなとは思っています。に関しては一つ一つ、こういった記録を残すことによって後世に伝えたり、あとハエバルというところはこんないいところだったんだよというところも、まあ、一部かもしれませんけれども、感じさせることができたらすごくいいことなんじゃないかなって思います。